圧しましたわ。壊れないでくださいませね。どうされたのですか？私の顔をニコニコと眺めて。ごめんなさい、悪気はないんです。でもつい。もしかして身だしなみに変なところでも？いえ、そういうことではありません。では何ですの？はっきり言ってくださいまし。エーティエはいつも前向きですよね。そんな前向きな心が外見にも溢れていると思っていたんです。その姿はとても魅力的で、こちらまで元気が出てくるので。それでじーっと見てくださっていたと。